2023年8月 J リーグを震撼させる大事件が起こりました。今回はその中心となった浦和レッズとサポーター暴徒化問題について取り上げたいと思います。実際起きた内容を簡潔にまとめ、見解を交えてお話ししていきますので、気になる方は見てください。まず浦和レッズ、正式名称浦和レッドダイヤモンズについて簡単に紹介しますが、三菱自動車工業サッカー部として1950年に創設されると、プロ化に伴い名前を浦和レッズに改名。その後は J リーグ創設から参戦すると、これまで J リーグで最も人気であるサッカークラブとしての評価を欲しいがままにしてきました。その証拠に2023年シーズンの途中までで集計された観客動員数では、他の人気クラブを抑えて首位に躍り出るなど、 J 屈指の存在感を誇る老舗クラブとして輝きを放っているのです。加えてこれまで J1 リーグでの優勝回数は1回のみにとどまっているものの、アジアチャンピオンズリーグでは圧倒的な強さを誇示、アルヒラルの4回に次ぐ歴代2位タイとなる3回制覇と、日本にとどまらず世界を相手にも戦える軽運なチームでした。そのため浦和のサポーターというのは他のクラブと比べても勝者、そして人気クラブとしてのプライドも高く、故にその熱狂的な応援というのは J の風物詩とも言われてきました。しかし浦和サポーターが持つ熱気というのは時に間違えた方向へ進むことがあり、時には他クラブのサポーターと揉めることもあれば、社会的にも同行した行動で時には社会問題として取り上げられることもあったのです。その最たる例が2014年3月8日に起こった浦和レッズ差別横断幕事件です。この事件はサガン鳥栖との一戦を迎えた時に起こりましたが、浦和サポーターは試合が始まる前から観客席の入り口付近にジャパニーズオンリーという横断幕とともに日本の国旗を張り出すという、昔でも現代でも大問題になりそうな意味不明な暴挙に出たのです。これにはさすがのスタジアム警備員も運営会社からの指示で撤去を要請しましたが、横断幕を掲げたサポーターは試合中という理由でそれを拒否。その後も拒否の姿勢を続けた末、試合後には警備員が強制的に撤去し、クラブ側も声明を発表しましたが、 J リーグ側はこれに対して次の1試合を無観客試合で開催する処分を通達、前代未聞の状況となりましたが、これまでのクラブ側の対応にも問題があるとし、かなり厳しい処分となったそうです。他にもクラブ側からは該当サポーターが所属するサポーターグループに対して無期限の活動停止処分と、浦和が出場する全ての試合と埼玉スタジアムへの無期限入場禁止を決定、浦和サポーターの起こした大事件として語り継がれることになったのでした。他にもペットボトルを投げて他の観客を怪我させたり、メディア関係者に対して暴行を働いたりと、サポーターの中でも一部の過激派がいて、特に2022年7月には禁止されていた声出し応援を行って、クラブ側に2000万円の制裁金も課されています。熱がある分過激派が多く存在することが明らかになっていますが、個人的にはサッカーはみんなで楽しむものであり、このような事件は許せないことだと思います。もちろんそれだけクラブを愛する心を持っているのも事実だと捉えると複雑な気持ちにさせられますが、本当に平和にサッカーを見ていたいなとつくづく思わされましたね。そんな背景がある中で今回の事件を迎えたのでした。2023年8月に行われた天皇杯4回戦、名古屋グランパスとの一戦を迎えた浦和レッズは前半名古屋のマテウスに圧巻のゴールを決められて折り返すと、後半も押される展開の中で2点を決められた末に0対3で完敗。これにより天皇杯を敗退した浦和レッズでしたが、試合終了後のスタジアムで事件が勃発しました。大敗後の浦和サポーターはゴール裏のスタンドでクラブフロント側と話し合いをしていたそうですが、その時事実確認はできていないながらも名古屋サポーターが発した言葉を挑発と受け取ったらしく、それをきっかけに浦和サポーターは憤慨、ピッチ上になだれ込むように入っていくと、相手側のバックスタンドを含めた立ち入り禁止エリアでの違反行為に警備員を投げ飛ばす、名古屋側の横断幕を強奪するといった問題行為を働きました。もはや単なる暴行だけにとどまらない蛮行の数々であり、改めて当時の映像を見ると鳥肌が立ちました。これには警察が50人体制で出動する騒ぎになったそうですが、怪我人はいなかったそうで、最悪の事態だけは避けられたことには安堵させられましたね。その翌日浦和は声明を発表、立ち入り禁止エリアへの侵入を主導したサポーター31人は浦和出場の9試合入場禁止、サポーターを統括するリーダー1人は同16試合入場禁止、立ち入り禁止エリアへ侵入したサポーター45人は厳重注意と、今回問題行動を起こした人物たちに対して調査が不十分な中で処分を確定してしまったのです。これには甘すぎといった多くの声が上がり、前回同様にクラブとしての対応の甘さが指摘される事態にもつながっていきました。その後この暴力行為を受けた浦和は8月5日の記者会見に田口社長と須藤マーケティング本部長が出席すると、これまで先人が紡いできた日本サッカーの歴史に泥を塗る愚行であり、夏休み中で多くのお子様がスタンドに足を運んでいた中で絶対に見せてはいけない姿、絶対に感じさせてはいけない不安や恐怖を与えてしまったことは痛恨の極みです。名古屋グランパスのサポーターの皆様、当日のご来場者様、ご迷惑をおかけした関係各所の皆様、スポーツを愛する皆様に心より謝罪を申し上げます。誠に申し訳ありませんでしたと謝罪はしたものの、暴力行為は確認されていないと、映像でも明らかな暴力行為を認めないという、本当に確認したのか疑わしい見解を披露すると、クラブは違反行為の調査は継続
している。日本サッカー協会様も映像分析などの調査は継続されていると伺っているので、そうした調査でさらに違反行為、違反者を確認した際には適正な処分を行ってまいりますと語りにとどめました。これにはさすがの JFA 田島会長も、映像を見た中ではそれに該当するものがあるとは報告が上がってきている。集団的に威圧することがどれだけ人を恐怖に陥れるか、安全安心が損なわれるものになるとすれば毅然と判断しなければいけないと言い放つなど、浦和の的外れな発言に対して苦言が呈されるほどでした。そして16日に浦和は続報として警備員を押し倒すなどの暴力行為12件と緩衝帯の破壊行為12件、物を投げ込むといった軍人顔負けの危険行為8件が行われたと発表しており、当初の浦和側の発言がいかに恐ろしい見解だったかが思い知らされました。その後世間の声や JFA を含めたサッカー界の流れに押される形で、8月31日に浦和は暴力破壊行為を行ったサポーター17人相手に、日本国内で行われる浦和の試合は国内外問わず全ての試合で無期限入場禁止とされ、一度下したはずの判断を覆し厳罰を行ったのでした。個人的には全てのサポーターの命や危険から身を守るためには普通の判断かと思いますが、浦和の右往左往する感じはすごく残念に思いましたね。そんな周囲の目を見るかのように対応を変えていった浦和でしたが、その先には JFA からクラブに対しての正式な処分が待っていました。今回はサポーターが起こした事件だとはいえ、過激派の行動を許し何度も問題を起こしてきた浦和レッズに対しても何らかの処分が下されるのではないかと言われてきました。そして9月19日付で JFA は2004年度天皇杯における参加資格剥奪、また欠席という極めて重い処分が下されました。経済効果などを考えると浦和にとってはかなり大きな痛手となりましたが、今回の事件を予防防止できなかったことからの処分と考えると適切だったのかもしれません。この処分内容について JFA は、本件試合において試合終了から約20分後より多数のサポーターが暴徒化して以下に掲げる JFA 試合運営管理規定に違反する行為に及んだことを、浦和レッズが防止できなかったほか、サポーターらを即刻退去させるなど、観客や選手その他の試合に関わる人の安全を確保するために適切な措置を講じなかった、そして前代未聞の処分を伝えています。この処分を受けた浦和レッズの田口社長は責任を痛感しております。眼前に起きる様々な事象への対応から柔軟さや客観的な視点が失われ、過去実績に縛られすぎた思考に組織として陥ってしまっていたのではないかとも感じております。勝利のためという理由で社会正義に反する行為を行う人をサポーターとは認めませんと話しており、これからの改善に注目が集まります。これには浦和も今後再発しないための施策を打ち出していますが、何度も繰り返されてきたお家芸のような感じもありますので、本当に解消されていくかはこれからの浦和を見ていく必要があるでしょうね。また浦和サポーターが名古屋サポーターから挑発された点については、本件の直接のきっかけは相手方チームのサポーターの言動にあった可能性も否定はできないものの、そうであったとしても本件サポーターらの行動はその反応として著しく過剰かつ必要なものであり、上場として組むべき事情には当たらないと一蹴しています。関係者以外では元日本代表ディフェンダー栗原雄三が、浦和サポーターの熱さは個人的には好き、サッカーの醍醐味を感じさせてくれるという前置きの上で、傷害事件とかになったらシャリにならない、ルールを守って応援してほしい、クラブがサポーターの行動を管理できていなかったという見方もあると思いますけど、サポーターがやったことに対してクラブが参加資格を剥奪される、あるいは勝ち点を失うとなればクラブにとってはかなり厳しい。クラブが怠って起こったことならばだしも、大人としてモラルというかルールを守れない人たちが原因で今回の事態に発展した。スポーツは熱くなることもイライラすることもあるけど、何でもありではない。ルールを守って感染しているサポーターもいる、人気チームでサポーターも多い分ルールを守れない人の割合も上がってしまう可能性がある。今後そういうことも絶対に起こさせないという意味で、見せしめも含めて仮にリーグ戦出場停止とかになっていたらとんでもない事態になっていた。天皇杯に出られないのは大きな処分、ただ年またぎの処分はなんかしっくりこないし、前代未聞と言ってもいい。シーズン終了後に移籍して来年関係ない選手もいる。シーズンで起きたことは当該シーズンで決着をつけてほしい思いもありますと選手目線での言葉を紡ぎましたが、浦和というクラブに所属する選手たちのことを思えば苦しい気持ちにさせられますね。そんな辛い裁定が下されたわけですが、とにもかくにも浦和に限らず全ての J クラブで安心して試合を見られる環境づくりをお願いしたいものですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回起こった史上最悪の事件となった浦和レッズのサポーター暴徒化問題をまとめてきましたが、クラックジャパンとしてもこの問題は非常に大きな問題として捉えていて取り上げさせていただきました。サッカーに普段から関わる身としては、浦和レッズというクラブは子供の時から見ていてとても馴染み深いクラブで、アジアサッカーの優としても存在感があるクラブと思っています。そのため今回の事件を含めて浦和のサポーター問題は非常に残念で、暴力行為に対して厳しい目が向けられることとなった現代に限らず、こういった問題は根絶すべきだと思います。
思います。サッカーというのは全てのファンが平等に楽しみ評論することができるのがいい部分であり、やはり全員が楽しむためには思いやりの心は必要不可欠だと思います。もちろん前提として大半の浦和サポーターは今回のことで大きな損害を被り辛い思いをしたかと思いますが、これを教訓にどのクラブも安心して応援できるようにと切に願うばかりです。そしてこれからもクラックジャパンでは浦和、そしてこの問題の行く末を追いかけていきますのでよろしくお願いいたします。クラックジャパンではこれからも J リーグやサッカー日本代表の情報を届けていければと思いますので、面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画も見てください。それではまたお会いしましょう。